いたかったよ。あらら、これは違うっと。あれ？まあ。会いたかったよ。会いたかったよ。ご苦労。揃ったようだな。では始めよう。まずこれを見てもらう。これは、そう、反抗作戦で諸君が交戦した高機動飛行兵器だ。諜報部の調査で判明したことだが、あれは魔法障壁試験のために投入された機体だ。つまり実験機だったってわけね。そうだ。また朱雀侵攻時に使用されたクリスタルジャマーを搭載した魔導アーマーも同様の実験機だったということだ。クリスタルジャマー、高機動飛行、魔法障壁、朱雀にとってどれも脅威となり得る兵器だ。開発したのは白虎第四鋼室と呼ばれる研究機関。その研究機関が過去の数十倍の規模で物資を集め、さらなる実験機の開発を行っていると報告があった。これを見過ごすことはできない。広告領内の軍需工場のうち、このような規模の製造に足る設備を持つ箇所は一つ、ペリステリウム白虎に隣接した兵器工場。諸君の任務はその工場内への潜入および新型実験機の破壊となる。ペリシテリウム白虎、広告主体の侵攻作戦なのか。いや、侵攻作戦は発令されない。工場への潜入および破壊工作は諸君の単独任務となる。おい、マジかよ。敵地のど真ん中にね。潜入経路は諜報員が確保している。諸君は
実験機の破壊のみに集中してくれ。この任務の可否は今後行われるであろう進行作戦の要ともなる。全ての力を出し切り成功させろ。はい。本作戦は敵首都への侵入でもある。作戦開始後はオイソルとスザクへ戻ることはできない。必要なことがあるのなら今のうちにしておけ。以上だ。一気に行くぞ。よし、行こう。しっかりな。頑張ってください。期待してるぞ。頑張って。応援してます。